はい、よいしょ、TV のよいしょ、です。よいしょ、今日なんですけどもね、今日の企画なんですけど、もう前回にデートの割り勘は嫌だとか、男らしい人が好きやとかっていう女性が多かったんで、逆にじゃああんたたちはなんぼほど持っていってんねーみたいな、お前らもう財布とか持っていってないんちゃうんかっていうのをね、俺の予想なんですけど、やっぱり財布とか持っていかない女性は多分いると思うんですよね。あの男やから、うん、うち金出さんくて済むしみたいな、よいしょみたいなやつがいると思うんで、そういうのを検証していきます。よいちょる。はい、よいちょる。よいしょー、イエーイってやって。え今なんですけど、今ちょっと検証してんのが、世の中の女性はデートの時何歩ほど持っていくのか、お金を。ちょっとこの前撮影でもあったんですけど、男らしい人が好きやったりとか、女性の方がデートの時割り勘は嫌だみたいな言っているのであれば、女性は何歩ほどデートに持っていくのかっていうのを今検証してるんですよ。デートの時に何歩ほど持っていきますか？一番ちょっとぐらいかなと思います。あ、一番ちょっとか。まあまあね。で、その一番ちょっとの中で何歩ほど使う、この1回のデートで。多分交通費ぐらいやと思いますやっぱり男が出す分かっていながらも一応1万円ぐらいは持っていとこうかなみたいな。ときます。あ、何かあるか分からへんからね。かもしれないよね。俺のちょっとあの予想では、ちょっと財布すら持ってきてない女性もおんちゃうんかみたいな。さすがに財布は持っていく。きます。相手によって割り勘したんやったらするしみたいな。ちなみに割り勘はありですか、なしですか？あ、全然ありです。あり。この子ちょっといただいていいですか？すいません、一応彼氏いるんですか？はい。あ、いるかい。他のかい。でもその彼氏さんは一応割り勘でいてくれる。すごい嫌がるので慣れちゃって甘えてます。うわー、めっちゃかっこいい彼氏さん。よいしょい、バイセン大さん。もう温度差今なんですけど、世の中の女性はデートに何歩ほど持っていくのかっていうのを今検証してて、デートの時に一応何歩ほど持っていくのか。1万。一応1万なんや。で、この1万の中で何歩ほど使う？2000円。何の2000円何の2000円ですか？自分の買い物とか交通費。あ、買い物と交通費で2000円、残りはもう相手に出してもらうっていう。あ、うんうんうん、ちゃうわ。あの割り勘の時はない？あります。全然会った時はちょっと腹立つ。いや、腹立たない。腹立たない。全然割り勘でも大丈夫？大丈夫です。大丈夫なんや。マックス、このデートの時持って行った額は何歩ほど？マックス3万。3万ぐらい。この男は危険やなっていう匂いがしたんや。あ、なんかもう最初から高い店。あ、最初から高い店をもうなんか指定してきたんや。それは割り勘なんて言われたらやばいと思って、うん、持って行って1万使って。え、それで割り勘やったよ。割り勘やった。うわ、やばいな。高いお店に連れて行きの割り勘なんか1万1万の割り勘やった。1万1万の割り勘やったんや。ちょっとそれ聞くってなんなその金額が1万使った額。1万使った。あー、いやー、ちょっとそれはね、もっと使わせてもいいっすか？え、嫌です。嫌ですよいしょー、アイソー。やっぱりちょっとここの温度差がね、やっぱり温度差が違うんですけども、はい、この世の中の女性は男性とデートしていくときに何歩ほど持っていくのかっていう検証してるんですよ。お金。はい、お金。で、ちょっとそちらの方ね、何歩ほど持っていくのか、ちょっとお姉さんの方から何歩ほど持っていきますか？1万円ぐらい。1万円ぐらい。あの、安牌1万ね。お姉さんは何歩ほど持っていきますか？2000円です。2000円ちょっと待って、もう2000円ポッケに入れてるレベルやんけよ。ちょっとお姉さんが聞いていくんですけど、この1万円でじゃあデートの時に実際使うのは大体平均何歩ぐらい？わかんない。5000ぐらい。あ、5000。5000も使ってくれてあるんですか？え、な、それは何に使う？割り勘で。割り勘の手で。え、でもおごられますよね大体。おごられたら気使うから。あ、おごられたくないんや。されたくない、自分が。うわ、優しい。すいません、お姉さんはじゃあ2000円って言ってたんですけど、その2000円はもう使うに使えへんのよね。どう使います？おごってもらった前提で男の人にお礼でコーヒーとかタバコとかを買って返すお金です。あー、優しい。デートは出してくれたからタバコみたいな。ちょっと俺好きになるかもしらん。自分がお金出す時って今までで一番何歩ほど出しました？じゃあ1回のデートで15万円15万円マジで？え、それはどういう状況？え、なんか Xbox 買ってくれなあかんって言われて、心斎橋でめっちゃどつかれたから、もうシャワーなし Xbox 買ったらプラス靴も服もってなって、どんどんこう払っていったら15万円になったっていう。ワンチャンひも気質っていうね。もうね、15万はすごいレベルが高い。で、15万があっての今2000円。あの時は15万円使って抱かれてたと。でも今はもう2000円で抱かれようと。わ、あ、いい努力。よいしょー。
検証していってるんですけど、世の中の女性はデートの時に何歩ほど持っていくのかっていうのをやってるんですよ今。お姉さんはデートの時何歩ほど持っていきますか？1万円持っていきます。1万円もうどんだけみたいな。お姉さん何本持ってきますか？私も1万か1万5千とかぐらい。1万から1万5千。はい、お姉さんはじゃあこの1万円の中で何本ほどじゃあ使います？3000円。え、これは何の3000円？ご飯の半分出したりとか、うん、交通費とか。あ、1万円は持っていくけど3000円ぐらいかな使うのは。お姉さんは遊ぶ人によるけど、めっちゃおごってくれる人やったら1千も使わへん日もあるし、電車代とかで終わるし、かも全部4千ぐらい。じゃあ今までで一番デート代でめっちゃ使ってもうたわっていうのなんか何歩ほどですか？最高デート代っていうかプレゼントで7000円ぐらい使っちゃった。7000円ぐらい使っちゃったの？もうキュン。もうお姉さんは1万ちょっとかな。まあ、ちょっとそれは何に使ったんですか？言っていいやつ。いいよホテル代。あ、ホテルなんやな。ホテルで、まあ、1万円じゃあなんか年下の後輩とそういう雰囲気になって行くことになったけど、向こうがあ、なんか今日財布入ってないわみたいな感じになって、その流れで、その流れでね、その後輩結構やり手ですわ。俺もちょっと後輩になりたいと思ったもん。あーでもそれはもうしゃーなしやな。そう、割り勘はなしかありかで言うとあり。あり。じゃあお姉さんはなし。絶対なし。でもホテル代は出す。下はまだセーフラインなんよね。同い年もまだセーフライン。年上とかでこう男の人がうん、じゃあ割り勘でって言って、なんかもう端数の部分まで割られたらもう冷める。端数あるやついんの？おった。なんとか何百七十三円みたいな。3円みたいな。ちょっとごめんなさい、本当に身に覚えもないし周りにそんな男がいた覚えがないんで一応言っときます。ほんまにやめた方がいい。さすがに端数はやりすぎ。よいしょーい。はい、いろいろ聞いていったと思うんですけど、聞いていった中でね、ちょっと自分が思ったことなんですけど、このデートの時は一応持っていく人は当たり前のように一応財布は持ってってたんですけど、やっぱり1万円ほぼみんなが1万円ぐらいの程度をね目安に持っていってたと思うんですけど、でもおごられる程ですね、やっぱりみんなやっぱりおごられる程やけど、割り勘やったらどないしよう、ちょっとギクってなっちゃうから一応念のため1万円みたいな感じだったんで、やっぱり世の中の男性の皆さん、やっぱりモテるためには割り勘じゃあかんで、おごったってもでもほんまに端数とか気にするやつはもう論外。でもちょっとめっちゃびっくりしたのが、この15万円使ってくれた女性な、これ買ってこれ買ってって買ってくれたのは優しいし、ちょっと男側からしてもあ嬉しいってなる部分もあるけど、ちょっとダサいよねってね思うんで、皆さんやっぱり女性と一緒にいるときは男らしく割り勘じゃなくておごってあげましょう。よいちょまる、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございます。これをもちまして講演を終了させていただきます。どなた様もお忘れ物のございませんよう、今一度お手回り品をお確かめください。